行われます。日本のプロボクシング史上8回戦でのデビューというのは39年ぶりになります。自分のボクシングというのは今日は皆さんに見てもらえばいいと話しています。得意の左フックは浅かったか。空を切ります。ヤンジャブから右ボディ、あっとボディが効いた、背中を向かうしまいました。馬山です。右の溝落ちあたりのストレートボディ、これでダウンを取りました。こういうシーンというのはアマチュアではないですからね。そうですね。ただそういう意味では山内さん対応しているということなんですよね。そうですね。やっぱり僕らみたいなプロの選手とずっとやってるんで、はい、対応力はありますね。綺麗なボディを打っていきます。そして佐藤さん、本当攻撃が多彩ですね、はい、そうですね、上下の打ち分けも素晴らしいですね、はい、左ボディー倒れ込んだ。これほどないほどの角度で決まりました。これはもう動けないだろう。完璧に決めた。怪物井上尚弥の第2戦、50キロ契約級フライ級での8ラウンドです。右ボディストレート井上です。素早い前後の動き、左フック一発失神、ノックアウト。石が飛んだ。タイの2階級チャンピオンガオフラチャン中ワッタラ、まだ1ラウンド1分以上が残っているが、レフリーが試合を止めました。テクニカルノックアウト。怪物井上尚弥デビュー戦は4ラウンドノックアウト。この東洋太平洋ライトフライ級王座決定戦12ラウンドで行われます。左がランキング1位井上尚弥、右がランキング2位フィリピン。無駄がないですよね、はい、非常にいいと思いますね。あるいは何か完成された、そんな井上の姿が。おお、最初のタイムを右で奪いました井上尚弥。引き上げる、ランキングを下がらせる井上尚弥。井上尚弥がやってきました。いよいよ井上尚弥の挑戦の時が始まります。 WBC 世界ライトフライ級タイトルマッチ12回戦、右を打ち下ろしていきます。そして左からダブル完璧ストレート、あとはショートラン、井上ショートラン打ち勝っている。右の左を差します井上尚弥、深追いはせずにワンタッチ、右のフック、井上尚弥の右のフック、ダメだ、やりました。ああ井上尚弥世界タイトル獲得なる。 WBC プロ6戦目世界ライト級เกียรติยิมแล้วก็สดปูนินซียิมนะครับส่วนรายต่อไปก็เราอย่างเดียวนะครับจะน็อคโดนหน้าผมว่าพอทนไหวแต่โดนโอ้ยนี่แหละครับเก่งๆท็อปนี่ไงครับโอ้โหโอ้โหนี่โอ้ยคราวนี้เอาว่าโอ้ตัดลำตัวแม่จุกแล้วนะครับโอ้โหเพิ่งว่านี่ตัดลำตัวดูอีกแล้วครับโอ้ยแม่โอ้โหเอาโอ้ยนี่โอ้ยโดนโอ้ยยำตัวนี่แหละครับโดนย้ำเข้าไปครับ
กรรมการหยุดเลยครับโอ้กรรมการเตอันโตนิโอการ์ซีอาในมายุและ posteriormente la última pelea frente al mexicano Urukuta la revancha ganando por puntos ahí lo vemos a Lumore井上尚弥がダウンを取りました一発まで効いて時間テンプルですねああダブルですねオープニングヒットこの左手もテンプルですよ頭本当かすった感じですねああそして思ったほどディフェンス、はい、おすごい井上尚弥ナイスボディナイスボディナイスボディです圧倒しています井上尚弥文字通り伝説のチャンピオンをアルゼンチンのレジェンドをカウンターじゃないんですよこれそぎ落としました一度うなずいたんですけどねカウント5ぐらいの時に立てるというようなしかし立てなかったこのえぐり取るような左のボディすごいボディいやもうまともに入ってますねレバーですね、うん、井上尚弥自身もこれまでで一番怖さのある相手だと警戒していましたうわものすごい力強いまだ右がワンツー左左パスでまだ強い井上尚弥強いダメだもう立ち上がることはできません本当に圧倒的な勝利でしたねこのガードの上からでしたが具志堅さんあのですねスピードと重さですか僕らの階級だったらこういう倒し方もあるかもしれないですけど、はい、50キロちょっとのこの階級でですよ、ね、この倒し方は見たことがないですやっぱり井上尚弥が井上尚弥のホームここ神奈川県は座間市です WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ12回戦がまもなく始まりますお来た効いてる少し緩めた少し緩めたチャレンジャー満塁の上さあチャンスを迎えたここでノックアウトをどうか10秒ミストロットを打った聞こえた相手の心をへし折る音が井上見事だ右ストレートノックアウトやっぱプロですからねお客さんが見てるということでね、はい、KO にこだわったってところは非常に素晴らしいですね、もう聞いてますもんね右のストレート村田さん、はいいかがでしたでしょうかいや素晴らしい右でしたのが、まず見ものですねそうですね、はい、さあ圧倒して勝つと話したのは井上尚弥画面右たった一度の左のボディーこの鉄道ない音が効いたこれは効いているこれは効いている井上尚弥は的確にふわさばいてきますそして左のボディーさらにいくあちょっとこれは効いたかこれは効いたか続けていこうという声が飛んでいましたはいそしてまた前に出ます河野が前に出てきた井上の左河野は耐えられた井上は切れるか右だ井上尚弥テクニカルノックアウト勝5度目の防衛戦、まあ、川島さんもうアメリカからオファーも来ている井上ですが全てはこの試合の難易度結果次第ですからねはい、まあ今日は本当にすっきりしたね勝ち方で、フックと変えてるんですかね井上井上は一気にいった左から右のストレート接近戦に左にこれも2回目のダウン効いてますね効いてますね立てない完全勝利井上尚弥それにしても改めてスローでご覧いただきますがすごいですねこれはこの左フックですね、まあ、長谷川さんが言う通りですね体が、はいある程度ちょっとディフェンスをしながらですね、はい、逃げながらこの左フックですよね井上さん getting your instruction in the dressing room let's have a good clean fight listen to my command protect yourself all the time good luck どこを狙っていくか左だ崩れ落ちた
田村さん、この左です。いいボディですね。はい、ガードの隙間を打ってダウン経験のない相手をダウンさせるわけですから、はい、作戦はいいですけどね。あ、さあ、そして打ってこいという、そんなジェスチャー、打ってこいという井上です。会場を沸かせるモンスター。最後左のボディ放ったところ、第6ラウンド終了です。詰めかけている井上尚弥陣営。あ、そしてここで試合ストップとなりました。さあ、このモンスター井上が今年の年末2017年も衝撃をこの視聴者あるいは体育館に駆けつけたファンに見せつけるのか、それとも長身の挑戦者、一発一発の重みがこの音から来たり崩れ落ちたよ。チャンピオン井上尚弥が1ラウンドからいきなりのこの衝撃でした。このボアイを突き刺さって左のボディだ。膝を突き落ちたよ。制覇を狙う井上尚弥です。さあ、両者が向き合いました。まあ、山田さん、一つはこの身長差ですね。そうですね、この身長差で、はい、距離に即決しますから、井上選手左ボディが当たった。早くもその距離を潰してきたが、左抜くか、左抜くか、グラッときた、うん、スタートは足に左抜く、一体どこまで強いのか。守ってきましたので、まあ、突出した分ない分やりにくいんですよ、そういう選手は。はい、井上尚弥選手本人がご勘弁くださいという、ね、話をされていましたが、もうまさにノーミスノーダメージ、一発のパンチももらわずにこのマクドネルを仕留め切りました。ボクシング版のワールドカップとも称されます WBSS ボクシング。The majority decision against Rush. A fearsome flurry, and he's down. He's got him with a left again. Is Rodriguez here? Comes in away. Oh, he's got into the body. Oh, what a shot, Rodriguez! Surely he's waiting. Still 2 minutes to go, Jim. Oh, this is unbelievable from anyway. Third time he's gone down, rolled over, rocked. Shoto. Okay, we're okay here. Okay. Now, Jim, we're going over to the dressing room. Body shot right there from Inoue. If you can hear the thoughts that. Oh! Shot right there. Down goes Maloney on a quick counter. Inoue's a good finisher, too.